ほんじゃあ、第2章やっていきましょう。今度は？うわ、なんか繁華街みたいなとこ来たね。わ、こういうとこ好きよ。おお。また変わったね、世界観が。うわ、めちゃくちゃいい。綺麗。わあ、びっくりした。アーロン。男やった、マジで。すごい。いたな、この赤髪のやつ。なんかバンとオープニングで戦ってたよね。調子に乗っちゃって。さすがはラッシュの小うわ、めっちゃいい。幼馴染としても鼻が高いのでは。チャイナ服。 それなりにはね。マジで世界観独特だよね。私はどちらかというと。とにかく今夜の公演無事終わってよかったわ。少しはあいつの熱も発散できたんじゃないかしら。ええ、そうですね。まあ、そうもいきませんか。さて、留守にする間どんな手を打つかですが。こいつもなんか怪しいな。幹部の一人なんじゃないか。ハハ女どもに男どもも含めてちょろすぎんだろ。結構ガタイいいな。まあ、俺様にかかりゃ最高に盛り上がるのは当然だけどな。アーロン君。あ、俺様キャラなんだ。素晴らしい演舞だったが、最後のはちょっとやりすぎじゃ。ああ、サービスだろ、サービス。文句あんなら次の舞台は降りるかよ。いや、いいな。このキャラいい味出してんな。それを言われると辛いね。赤髪の青年。まあ、この盛り上がりはこいつあってのものですからね。いつも振り回される身になってほしいもんだけど。まあ、楽しい舞台になるのは私らとしても大歓迎だよ。だろ？見る側もやる側も楽しんでなんぼってもんだぜ。そんじゃ打ち上げといくか。ダチや女どもも含めて来たやさ。アーロン。アーロン。なんだよせい、ケツ穴に爆竹ぶっ刺されたような顔しやがって。何その例え。おい、その傷は。ん？例の新参者どもだ。新参者ども急に襲ってきて、シドと保安が病院に運ばれた。北の田舎もんが舐めやがって。上等だ、叩き潰してやるよ。今回は中国系って感じする。フェルちゃんの時はちょっとインドって感じしたけど。音？
なんていうの、キリンジ、なんたろのキリンジって書いてあった。ごっついね、体。きたきた、この水風呂こそがロウリュの。バンさん、いますか。ん、この子よ。あ、冷たい。おい、まさか。あ、やっぱりいました。あ、アニエスと。お前ら、なんで嫌がる。モンマルトに聞いて、この時間ならこちらじゃないかって。いい機会ですので、私たちもご一緒させていただくことにしました。いいですね、お風呂。フェリちゃん、ロウリュを試しましょう。ロウリュ、ロウリュ、ハマムとは違うんでしょうか。私も詳しくありませんけど、暑さとか入り方が全然違うみたいですね。それは楽しみです。アニスでけえな。俺の思考の時間が。くそ、こうなったらもう一セットだ。ランチ前だが、ジェラートもつけてやる。おお、サービス会来ましたね。あら。うん、うん、え、あー、確かし、いや、なんか温泉上がりのね、普通のアイスってさ、うまいよな。まあ風呂上がりもうまいけどさ、なんかよく売店みたいなとこで買う、まあよくスーパーで売られてるアイスとか買ってもうまいよね。なんなんだろうね、この感覚。いつもの味なんだけどね。ひらがな。そうなんや。うん、うん、あ、いつも通りっすね。SP レポートね。OK です。まだ料理さ、そんなないからさ、ちょっと料理のレシピもね、集めていきたいですね。よいしょ。掲示板を確認しに行くと。OK。そう、料理が、SP レポートはまあ全然埋まってないですね。料理がまだね、スイートオムレツしかないから、まあ、ショー進んでるから、もしかしたら新しいレシピ売ってるかもね。行きましょうか。あれ、ここ風呂なんだ。あ、どこ行ってんねん、晩何してんねんっていう。よし。行きましょう。おお、美味しそう。
ファミリーガレットを手に入れた。大皿料理の再現。ビストロモンマルトのビクトルは食材を使って大皿料理を作成してくれると。他の店で購入した、大皿料理を食べてノートメニューグルメの大皿料理に記載されると、ビクトルが作成してくれるメニューが追加されると。なるほど、普通の料理とは違うんだ。なんだこれ、ホローコア。そんなあったっけ。サロスを手に入れた。何ホローコア、ホローコアを切り替えるよね。ん、ホローコア変更。ホローコアによって魔法攻撃力プラス最大 EP プラス S ブースト時に発揮する効果が異なる。戦略に合わせて付け替えようと。なおメアはバーン専用で他のキャラにセットすることはできないと。はあはあはあ、なるほどね。また新しいのが追加されておるね。ホローコア、ビネ、アイ、メア、バン、アニエス、フェリー。はあはあはあ、なるほど。物理ダメージプラス15、どっちがいいかな。サロスです。サロス、エスコートはお任せ。ホローコアチェンジャー。俺こっちの方がいい。メアの方が。戻すの？戻すのって言われた。メンテナンスモードに移行したわよ。サロスです。サロス、エスコートはお任せ。いい声だけど。カインドエスコート。世話が焼けるわね。まあとりあえずこれでいいっしょ。ショップなんか増えてますか。とっとと選びな。あ、3号だ。よし、やんちゃすんじゃないよ。これ使った。ユーマテリア。フェリーが MVP を取った。これって取り返しのつかないやつなんじゃないか。違う？アニエスが MVP を取った。どうなん？ちょっとスケジューラーを起動したわ。はい、アニエスをちょっと優先的に使っていくか。ちょっとショップ回ってみよっか、いろいろね。あら、
こいついたっけ。多分村行き来できるんやろうな。どれも美味しいわよ。変わってはないかな。あ、でも買っとくか。2個ずつ買っとこう。ケーキ。あ、CP 回復があるぞ。CP 回復ありがたいな。行ってらっしゃい。行ってきまーす。ちょっと、とりあえずショップ探索っすね。どうも、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いかがしましょう。EP チャージ1か、ブリキノコ変わんないね。またお越しください。あ、掘り出し物。いかがしましょう。力の雫、8000円か。ちょっと、また今度でいいや。何でも、言ってね。ん ?2 が追加されてるね。最大 EP。あ、EP。うわ、減るな。防御2 HP。 HP 新しいの追加されてる。破壊、おー、マジか。スタンチ、これはもうやり込みだ。回避150でけえなー。ちょっとオーベント改造、あ、スロット開封のやつか。ちょっとアニエス使っていこうかなと思うんで、プラグインセット、スパークエッジ、何がいいかな。アルジェントソーン、魔法攻撃力低下、防御アップション、クレスト補助。あー、嬉しいね。プラグインセット、あれプラグイン、あれ買えないんだっけ。クォーツをセット、オーグメントを調整するメンテナンスモードに移行しました。属性専用スロットにアクセスしました。属性専用か。わ、2000上がる、めっちゃ上がるやん。魔防外してこれにしようかな。あ、ここ開けたいな。EP 攻撃。まあ、えっか。
ロット開封。足りない。属性専用なんで。メンテナンスモードに移行し、属性専用スロットにアクセスしました。消費 EP マイナス10。命中率。新たなシャードスキルが登録されました。これでかな。待ってるから。お願いします。あの解放できないんだっけ？オーブメント改造でプラグインセット。プラグインセットねー。ボルト、ファイヤーボルト。開封したいんだけど、どうやって開封するんだ。腐食クォーツをセット、クォーツ合成、合成ではないよな。また来てもいいよ。しょ。と？こっち花屋さんだっけ？お花はいかがですか？お花はいかがですか？お花はいかがですか？だ。ギフトもらい。CB15 回復。お越しくださいませ。はーい。掲示板見てみるか。じゃあ、うん、ある男のネタ帳に載っている俺の情報を消してほしいんだ。詳細は直接会って説明させてほしい。タイレル地区のなんて読むんだ。出待ってる。よろしく頼むよ。ジェスやん、ジェス。いやー、怪盗グリムキャッツ。やめなさい。ほら見て、アニエスのジュトメ可愛くないか。オッケー。純必須。はいはいはい。うん。いや、これはやりますよ、もちろん。コネクトイベント、ほうほうほう、うーん、ちょっとトゥードゥってどれだっけ。
あれ、トゥードゥってどれ？スケジューラーモードを起動します。これか。これをありがとう。エイレンに送ると。あ、どれ見ようかな。じゃあアニエスから。アニスじゃないか。出た。助手1号あ、BGM いいね。こっから見るともうデートみたいで微笑ましいよね。ああ、よかったよかった。ちょっと焼いてるんじゃないですか、アニエスちゃん。え？どうなんすか？バンさんのことどう思ってんだろうか、アニエス自身は。この奇跡シリーズってこう恋愛にこう発展していくんかな？どうなんだろう。俺そういうの好きなんで。
つつかものですが、おお、これからもよろしくご指導ください。新たな一面が発見。気が利く助手。あ、ステータスも上がるんだ。アークライダーも上がったわ。さあ次行きましょう。次、いろんな機能あるからな、これ。スケジューラーモードを起動します。こっちか。フェリーで行こうかな。多分一人一人あるんだろう、これ。すげえな。やり込み要素多そうやね。やべ、今度はフェリーとデートしてら。すげえ武器なら何でもお任せあれみたいな。何これ。あー、飯田さんのライフルなんだね。それを持ち歩いてんのがすげえわ。どこに隠し持ってんだよ、そのライフルを。戦士になるために、うん、今後ともよろしくお願いします。すばしっこい戦士ゲット。地味に、あ、番も上がると。さて、自販機とか新しいの売ってないかな。売ってないですね。んじゃあどう、リバーサイト掲示板だっけな。さあ出発すんぞ。あるある。
妹の、生き別れた妹の捜索。リバーサイドの雰囲気は観光客にも人気なんですよ。川沿いには倉庫が並んでる。これも覚えとけ。なるほど、工房ともに要衝と言えますね。よう、見ていってくんな。これも1個買っとくか。いつでも待ってるぜ。けーちょっと武器屋行きたいんだよな。どこやったかな。ちょっと待ってよ。スケジューラーモードを起動します。スケジューラーモードじゃなくて駅前通りだったかな。ここか、行きましょう。多分いたしましょう。戦闘不能解除。わーわーわー上位互換かな。た高いな。補助状態所解除、これ熱いな。またお越しくださいませ。武器ってどっちだったっけ。こっちだったっけ。ほい、どれも自慢の一品だぜ。これか。ライトカービン、これ買おう。1300ミラ、新しいやつ来てるな。魔法回避率が下がるね。でこれ以上強化できない。装備を変更。何装備変更。あーはーはー、なるほどね。装飾武器しかここは使ってないんか。あれどこでさ、なんだっけ、できるんだっけ。ようこそおいでくださいました。ほうほう、ファイアリング。またのお越しをお待ちしております。まあいっか。こっちなんか行けるようになってない。確かこっちなんか行けなかったんだよね。この奥まだダメ。さすがにダメ。改装中。さてと、ここも自販機あるけど、これはもうないよ。一緒この下かな。どれも自慢の一品よ。またどうぞ。違うな。駅前通りでしたか。ここの人の多さはまだ慣れません。動力製品やファッションのトレンドを抑えるならここですね。あ、動力製品。ちなみにそこのギルド支部に野暮用があってな。一回りしたら寄っていくぞ。普通に寄ってきますけど。あ、バン、どうしてあなたがここへ。エレインさん、よく来たな、アークライド。実は俺が呼んでおいたんだ。少し話を聞きたくてな。
バイト、ひらがな。あ。あ。良平です、はい。野生狼だっけ？いやー、軍用魔術強かったな。あいださん。はい。なんかアニエ好きになってますけどね。ここにもなんか掲示板みたいなのあるね。上も行けると。あ、君たちか。まだ上ある？もしかして。あ、さすがに行けない。不法侵入だ。黒の奇跡は不法侵入できると。ザイファのショップ行きたいんだけど。動力源のこっちか。あ、ここだ。ここだ。メンテナンスはお任せを。ゴール。ドライバー購入。買っとくか。OK。プラグイン購入。ティアラ。うわ、たけー、ちょっと待て。オーベンと改造だけしたいんだけど。どうだっけ、スロット開封じゃなくてプラグイン、ドライバー購入じゃなく、どれだったっけ。クォーツをセット、クォーツじゃなく、ゼピスじゃなく、オーブへと改造だったっけ？ちょっと待って、わかんなくなってきた。あ、これだ。これどうやって開封するんだっけ？カバー変更でスロット。あれ、どうやって変更するんだっけ？プラグイン。購入じゃなくて、ドライバーの購入じゃないでしょう。クォーツをセット。オーメント画面、メンテナンスモードに移行したよ。どうぞご贔屓に。待って待って、メンテナンスモードに移行したよ。アーツってこれ、オーメントの改造。メンテナンスはお任せを。あ、工房か。どうぞごひいきに。工房ってどこだっけ？
何にしますか？工房メニュー。ありがとうございました。工房メニューってありましたっけ？工房ってどこだっけ？工房ってどこでしたっけ？これは違うカフェ。何がお好みかな？何がお好みかな？何がお好みかな？ちょっと待って。スケジューラーボード。スケジューラーじゃなく。整備屋。整備屋じゃないんだよな。工房。百貨店じゃないもん。工房。旧市街にあるかな。ああ。向かうとすっか。ここでできるか。プラグイン改造したいんだよ。もう全部できたらいいのに。メンテする？これ改造でしょ？多分。プラグインセット。あ、足りへんのか。あ、そういうことか。足りへんけできんかったんや。ちゃんと見ろよっていう話よな。あ、ここも買えんでんだな。すごいな。ウォール、スレブ。で、ウォールだと、あれだ。一個しかないんだ。アンバー。こうやって付け替えができるんだな。アクア、あ、属性によってって感じだね。フェリー、フェリーはフレアやったよな確か。まあ、一旦これでいっか。